先日の台風15号および19号の被害に際し、心からお見舞い申し上げます。また、被害に遭われた地域の皆様の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。皆さんこんにちは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅のものがお届けいたします。ダキオワークスザセカンドでございます。私はただいま静岡県沼津市にございます道の駅くるらへだに来ております。今日はですね、とある方のライブが行われると伺っておりますので、その様子を中心にお伝えしようと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。年始ということもあり、出店はご覧の通り。ステージ開始までの間、建物の中で時間を潰すことにしましょう。ライブ開始に先立ち、ステージでは機材のセッティング等準備が行われました。11時、第1回目のステージ開始。じゃあ皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なんかすごい拍手が寂しいなと。ありがとうございます。今日は1月の5日でしたっけ。はい、ね、日曜日で、お正月第1弾というととても聞こえはいいんですが、お正月の帰省の最後の日になってしまったのか、なんか皆さん東京へ帰ってしまったのかな。ですよ ね、 そうですね。もう多分帰省ラッシュのピークも過ぎてると思うね、はい、ここに来てくれてる方はミモリズの熱狂的なファンということで、とてもどんこちゃんの熱狂的なファンも、そうです、どんこちゃんのファンも来ております。ってことで新春第1弾、新春シャンシャンショえ、今年もミモリズ頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。今日ね、実はまあ、単調忘れたんですが、まあ、私たち私こんなキャラしてるんで、バスの電車ってます。でこちらの方はどんこちゃんで、なんか結構うち着ぐるみ舞台が多いんですよね、うん、着ぐるみ、着ぐるみと言っちゃいけない舞台。僕を乗せてバスは行く、ハンドル操りながらダブルクラッチで減速をして、天の坂を登っていく。第1回目のステージを終えた後、控え室にてメンバー揃って午前中の反省会を行いつつランチタイム。みんなが映れば。いるかな、パンさん、あれは。よいしょ。え、そこ。
ビデオセットしに行った時に引きずっちゃってでしょ、エフェクトで逆さになってね、引きずる時にダイヤルが回る。なるほど、厳しいよですね。いや、だから決まった曲はそのイエロー本気が好きみたいで、その時、うん、いや、こいつ聴きたくないじゃないですか、うん、ギタースピースとかにいいから弾けって言われて。ランチタイムの後、第2回目のステージに備えて準備。たまに見かけます、あの、まあやってますんで普通に。13時、第2回目のステージ開始。じゃあ皆様、こんにちは。じゃあ、なんかお正月もようやく、お正月休みも大体今日で終わりの方多いんですよね。私にとってはあの別になんていうの、ただの休みが1日1月の休みがあるっていうだけなんですが、なんかみんな帰省してしまったのかなと思いながらね見てたんですが、意外になんかまだ残ってる方もいらっしゃるみたいで、しかも今回天気もいいしね。えこれあれかな、元旦にやったらもっとお客さん来るかなって想像したりするんですが、どうでしょう、どんこちゃん、変わんない？変わんないんだって。あの今やっても元旦にやっても変わんないそうですが、私たちはあの青い電車に揺られて、終着駅が僕の街さ、駅前は何もないけれど、君はここを好きと言った、愛してる愛してる、君と暮らそうこの街で、愛してる愛してる、ここはすでに一人と。なぜか幽霊でしょ、どんこちゃん。いや、だって天城峠って昔から幽霊のメッカですよ。あの、そう、キュウモシも現れますよね。あのバス運転してるとね、あのたまになんか後ろに人がいるような気がするんですよね。怖いな。でまたトンネル抜けるといつの間にか消えちゃったっていうね。あのいつも出てくる女性なんですよね。怖いな。今まで幽霊で見た、親父の幽霊で見たことないんだよね。困るよね、親父の幽霊とか。やっぱ少女の幽霊の方がいいでしょ。もうなんかあのどこちゃんが呆れちゃって。怖いですよ。白い声をあの三角でつけて。やべえ。枯れ墓場中をトンネルに消えてゆく。
どうもありがとうございました。メンバー紹介します。一番左からリードギターの小倉さんです。ありがとうございました。そしてギターのどんこちゃんです。女性のどんこです。よろしくお願いします。ちゃんと女性ってわかるでしょ。着ぐるみの中身が男性だったらどないしようって意見ありましたが、あの触ってはいけません。あの15歳ということになっておりますね。で今日は5弦ベースで来た20年ぶりの復活渡辺さんです。えで今日はあの黄色いミモリーシャツで来てくれたつみさんです。そして2020年も、いつも代表する日本を代表するバスシンガーをよろしくお願いします。ミモリー、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。も育ちも水の山奥さん、親父と二人でわさびの手入れ、窓嫌いのは温泉街な、地元のライバル連邦大吾、それでもおいらはスーパースター、ロケローラー、あーまりゆかしまロケロアカカー。すべてのステージを終えた後、この日は別の場所でのライブが控えていたので撤収。はい、すいません、ありがとうございます。あ、どうも。ライブ含めたクルラヘタでの様子につきましてこれで締めることといたします。それではご視聴のほどありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。